した馬娘の、割と好きなキャラちゃんたちをちょっと声真似してみました。新一大将さん、あ、そうよ、リクエストもくれててね、ずっと。そうなの、ありがとう馬娘。猫ぽ、ベクポワさん、カルビーさん、ハムちゃん、おばばさん、ピカ、あ、おばば、ピカルン、アマトーさん、ありがとう。ユッキーさん、ファントムさん、キラさん、フジモンさん、アサミさん、グッチ、ブルームーンさん、ありがとう、そこまで。こちらこそ、収録が終わりましてね。今日も、ラジオとテレビを撮ってきました。コシさん、オサピーさん、カズヤハン、カズヤハン、マジ？あ、そうや、ノリトもさっきファンルームの方で言ってくれてたわ。あの、ショールームのフォロワーさんがね、1万6000人になったみたいで、ありがとう。嬉しい。1万6000人だって。気づいたら1万6000人だ。嬉しい。ありがとうございます。やっくん、虹色さん、三等賞さん、ストリートくん、ゾウさん、まみしばさん、たまごサンドさん、ありがとう。ゆっきーさん、だるま、ありがとう。ためぞうちゃん、ありがとう。ドナルドさん、大文字のカメさん、コロボウ、ありがとうございます。風邪をひかないようにって。そうなの、寒かった、帰ってくるとき。ありがとう。あ、ありがとう。お休み、11時だからな今日。ローマ字のマサさん、白夜さん、サリーさん、お疲れ様。秀幸さん、ニャッホーさん、ナオさん、ムラピーさん、そう、ドナルドさん今日はひな不条です。ひろゆきさん、カタカナのユージさん、キング翼さん、大文字のケンさん、ひろくん、じいさん、さといさん、おお、ありがとうございます。もうすべ、あ、そうなんだ。キラさん、やる予定はあるの？馬娘すごいね。馬娘やってたらね、あの、一瞬で時が経ちます。なんか、え、もう1時間以上やってるってなっちゃう。なんか一回一回がすごく長くてさ、濃い時間だから、めっちゃ楽しいですよ馬娘。アニメの方私逆にね見れてなくて、見なきゃいけないんだけど。竹山メイツさん、ドジマムテキさん、村上さん、ナギさん、ありがとう。あ、アグネスタキオンです。なんかアグネスタキオンちゃんが来たぞ。マサさん、ひろくおやすみ、ファイト、明日ファイト。よしぼうさん、ありがとう。ユッキーさん、プチ、ありがとうございます。花からさん、かわいい、ありがとう。いやー、くにひこさん嬉しいね、1万6000人。え、ちょっと待って、書いとくね。フォロー、祝1万人、1万6000人。ほっ、合ってるよね。お、ビスホップさん、今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした、ありがとう。花からさん、地元に帰ってきた。あ、そうなの、今日。待って、ヒーポポさん、こんばんは。ブーちゃんさん、ありがとう。猫ぽ、花束ありがとう。よしぼうさん、底辺生活さん、ロッピーさん、なぎさん、ありがとう。ラジオの収録とテレビの収録はどちらが得意ですか？どちらも好きですけど、あの、ラジオはね、本当に、あの、本当に気を抜いて喋ってるというか、そのいつも撮ってくれてるディレクターさんもすごく、もう何年も前から撮ってくれてる方だから、すごい和気あいあいとしてるので、うん、得意というか、うん、
素が出ているのはラジオかなと思います。テレビも楽しいですけどね。神散歩、え、嘘、堀さん嬉しい。 TikTok 見てウマ娘ダウンロードしました。だって、え、めっちゃ嬉しい。ヤマピ、そうなの、1万6000人トゲありがとうございます。美味しいものはね、夜ご飯だよね。夜ご飯はね、なんかお昼が遅かったんですよね今日も。なんかこの間もこれ言ったかもしれない。そうなの、お昼はねチキン南蛮食べました。のりたま、フォロワーさん昨日の配信、あれ、そっか、終わる前に達成してたんだ、16000。あ、そっかそっか、昨日達成してたんだ。ヤマピ、帰宅中気をつけて。花束ありがとう。鍋ちゃんさん、こんばんは。いや、おばあば本当に嬉しいね、16000に。まーちゃん、ターコズさん、グッチーありがとう。カズノリさんありがとう。鈴風さん、おかえり。アマットーさん、プチありがとう。4月の転勤が決まり、富山、富山？天気が決まったの、アマトーさん。そっか、大変や。東京が少し近くなったって。東京でもいっぱいやりますし、富山も行ってみたいな。私、富山ないよな。行ったこと。ないと思う。いおりちゃんさん。ザッキーさん。ありがとう。お、白夜さん、お帰り。出かけてたの。マッコイさん。ありがとう。コシさんも TikTok 見てくれてありがとうございます。実際の競馬はテレビでも見たことあるの？いや、実際の競馬なくて、私本当に知識ないのよ。実際の競馬はきっとね、すごいいろんなドラマがあって、いろんなお馬さんがいて、楽し、すごいのめり込めるものだと思うんだけど、まだ全然見れてないです。なおさん、プチありがとう。明日から謎の仕事で大阪？え、大阪？行ってらっしゃい。おお、おつばささん嬉しい。わかりました、ウマ娘。フジモンさん、2週とカウントありがとう。フーリンさんいらっしゃい。大将さん、セミありがとう。お昼にチュール持って猫ちゃんに会ってきました。あ、あの助けた猫ちゃんですか？もうご飯も食べてて、あ、よかったね、よかったね、元気に遊んでくれました。おばば、尊い、ジュコもありがとう、尊い。めちゃくれた。メロネコさん、大文字のマサさん、ありがとう。ヨシボーさん、レインボースターありがとう。のりたまセミありがとう。1300回訪問、あれ、そうなの、まめちゃん、ひなりや、ひなりや。まめちゃん疲れてる、困ってる、大変だったね、ひなりや。野菜炒めさん、ありがとうございます。今日はタコの唐揚げ作ってます。今？いいね、いいの。ジェンブさん、プチありがとう。ようちゃん、お疲れ様です。愛媛はずっと仕事、愛媛を、いや意外とないんですよ今回の帰省。その一日空くとかはなくて、そうなんよ。3月はね、ちょっと割とゆっくりできそうな感じなんですけど、愛媛で。今回はそんなにゆっくりというか、遊んだりとか満喫できないかも。まあでも、ずっと楽しみにしてたファンミーティングがあるのでね、それがめっちゃ楽しみです。もうちょっと、あさってか、もうちょっとだ。サカッピーさん、ありがとう。1万6000人の一人。そうなんだよ、嬉しい。おさっぴーさん、かわいい、ありがとう。うみこさん、ありがとう、ローマ字の。のりたま、花束10個。ありがとう、花束。めっちゃくれてる。お、おさるさんもありがとう。1万6000人。たきさんいらっしゃい。
キーさんこんばんは。明日の今頃私は岡山発松山行きの最終の特急、はっ、もし明後日、おきいさん、ブルームーさん、今日東京駅前のビルに行列ができてたので何か限定発売ですかって警備員に聞いたら、エスカレーター故障その時から急に故障したのかな、危ないね。キハルさん、合宿、何の、お疲れ様、合宿してんの、キハルさん。ひとみさん、いらっしゃい。伊予市二見町国道30378号線、菜の花が見ごろ。もうそんな時期、菜の花の時期も、風やはん、馬娘かなり課金してたんだ、ガチだね。梶山さんこんばんは。私はなんとか美課金で頑張ってる無課金やないんかいっていう。まさみうらさん、いらっしゃい。風鈴さん、寝れる時に寝ときよ、お疲れ様です。めっちゃ働いてる。新一カウントありがとう、まめしばさんに。よしんこわしょわしょ、ロッピーさんもありがとう、1万6000人分の1マハラジさんありがとう、アキヤンありがとう、嬉しいね。福ちゃんさん今日もありがとう、ロボリンさんありがとう、ユッキーさんこんばんは。あ、キラさん、プチありがとう。ある野球選手がファンにサインか写真をお願いされ、写真の方が嬉しいと。ひなおさんならどっち、サインか写真ですか。どっちも良いな。どっち、どっちの方がとかはなんかないかも。サインでも写真でも、どうなんだろう。私的にはユッキーさんありがとう、秀幸さん、フル早い、ありがとう、フル。あなたを思いがいいな、彼方の恋は今、そういや聞こえばいいが、ありがとう。ユッキーさん、セミありがとう。今日スタバでホットコーヒー買って飲みました。あ、私もよく買います。スタバのホットコーヒー美味しいよね。いつも豆が変わるからいいよな。ハムちゃん、フル、ありがとう。ハムちゃん、アンパンマン、ハムちゃん、アンパンチおやすみ、明日も頑張ってね、頑張ってね。あ、野良犬さん、わあ、ありがとう。そうだ、今日の18時までだったのよね、グッズ販売が。ありがとう、タオルゲットしてくれたんだ、嬉しい。いつかお待ちしてます。カルビさん、ほぐ、ありがとう、カルビさん。タータカタンさん、結構はじめまして、来てくれてありがとう。あら、虹をいただいたぞ、ちょっと待ってよ。山の内さんだ、山の内さんもはじめまして、来てくれてありがとうございます。ありがとう、堀さんだ、ありがとうね、虹いただいて、レインボー、ありがとう。私、色素薄すぎる今日もしやの、もしや、どこまで読んだっけ。あ、待って、これだ、あ、ここまで読めてたんだ。フジモンさんのフル、ありがとう、嬉しい。フジモンさん、ミーパパさん、セミありがとうございます。セミとカウントまでありがとう。ちょっと色つけてみようかな。
半身楽しみ。明日はくるりん無限ループしてきます、だって。マジ？いってらっしゃい。待って、あれって無限ループできるんかな？できるんかな、今。めっちゃいいじゃん。なおさん、セミ、ありがとう。今日のお昼は、待ってよ。酢どり定食？え？合ってる？酢どりで。何？うまいもの何か口に入れてあげてて。私の今日のお昼南蛮をもみしばさんにあげます。美味しかった。チキン南蛮。グッチフル。ありがとう、グッチ。キリンさん。スコールさん。ありがとう。ネコプ。フルありがとう、今日も。ネコプ。うん、抹茶王国さん、しばらく愛媛ですよ。19日もファンミーティングで愛媛だしね。リラクマ、第3。ありがとう。ヨッピーさん、フル。ありがとう、ヨッピーさん。嬉しい。そう、花からさん、今日はきなこいないんですよ。ひょうらの、大将さん、フルありがとう、大将さん。1300回のド M な豆柴さんに。デラックスひなパンチ。大工さん、おカウントとフルありがとうございます。自己紹介、本日もこのひなほう部屋に来てくださりありがとうございます。ひなぽと言います。毎日10時半ぐらいから配信してるので、ぜひお待ちしてます。あと、あ、なんと明日からだ。明日から生誕祭ライブの一般発売が始まりますね。先着となっているのですが、私の生誕ライブが3月2日と3月5日にあって、2日が渋谷エッグマン、5日が愛媛の松山でライブをするんですけど、明日から一般発売です。ぜひ。今回久しぶりのバンドでのライブなので、ぜひ来ていただけたらなと思います。お待ちしてます。わ、花からさん、フル投げ行こうってさ、なんだっけ、私絶対知ってる気がする、その曲。なんだっけな。抹茶王国さん、プチありがとう。明日は休みだ。いいな。最近窓マギのコネクト聞いてます。うわ、わかるわ。私も聞いてるかも、それ。そうなんよ。堀さん、セミ、ありがとう。ファンミの時ってプレゼントをくれたりするの？あ、うん、もしかしたらこう直接もらうことは難しいかもしれないんだけど、きっと、はい、受け取れると思います。いただけるのかい？カズヤハン、カウントありがとう。大文字のテストさん、ひらがなのユウさん、のんちさん、ありがちょう。あ、オカムさん、ありがとう。チキン南蛮は何？チキン南蛮は何？アメモさん、ありがとうございます。おお、フーリンさん、本当？ありがとう、そう言っていただき。疲れ取れるって言ってくれとる。嬉しい。ありがとうございます。ちょっと辛すぎた。やっくんさん、セミ、あ、やっくん、セミありがとう。あ、だるまレンジャーもありがとうございます。やっくん、かずやはん、タオル買ってくれてありがとう、嬉しい。おさるさん、プチありがとう。ファンミは後半のみではあるものの、お会いできるのを楽しみにしてます。あ、ありがとう。私も楽しみです。とても後半ね、一部二部ありますのでね、皆さん。キラさん、カウントありがとう。今日ドラッグストアで龍角さんのど飴が売り切れ、入荷わからないと言われました。このルームの影響？大人気だね。もしやこのルームの影響？いや、人気よ。龍角さんめっちゃ人気やもん。私も前買いに行ったらなかったんだよ。はるかさん、ありがとう。
ブラッチさん、2シュートカウントありがとう。おこたんの中の猫のひなこに足の指をかじられながら。うわ、わかるわ。わかる。そうなの。めっちゃわかる。あ、昨日の。昨日は、そうだ、上に乗ってきてくれたんだったな。寝てたら。ワンガンさんありがとう。ブラッチさん。寝たか、2シュートカウント。ありがとう。ローマ字のヨシさん。花田もありがとう。あ、ありがとう、こちらこそ。外派でやめちゃったのって、まあ、今日は内巻きやけど今日初めての内巻きよ、逆に。今まで何日もずっと外羽だったのよ、逆に。玉坊さん、こんばんは。さとしさん、プチ、ありがとうございます。ねえ、高田は何してるかね。ヤマピー今日、そう、タータンさんやったっけ、来てくれてたもんね。さとしさん、プチ、言った。これローマ字のゆうたさん、こんばんは。奈良市のじゅんさん、カウントありがとう。今日も降る、ピロクロ、ありがとう。にゃー、降るだわ。髪をカットしてから初めて来た。あー、そっか、おぼぼ、もっと短くなってるかと思いました。そうよ、意外とね、まあ、でももうちょっとね、長い予定だったので、私も。そうじゃろ？おさぴーさん、セミ、ありがとうございます、今日も。シーピーポンさん？ありがとう、シーピーポンさん。マサさん、ボスのフルーツティー美味しいよね。いらっしゃい。タルタル派、ソース派、タルタル派です。何番でしょう、タルタル派。サカピーさん、フル、ありがとう。愛媛の方は東京と比べて、愛媛の方はか、東京と比べて暖かいのかなって。あんまりなんか違いを今のところ感じてないけど、寒い、いい、普通に寒いよ。サカピーさん、暖かい時はね、暖かいかも、こっちの方が。フルって何って言ったったかな。星をこういっぱい投げてくれた、満タン投げてくれた人ってことかな。フル、プチとセミとフルがあるんですけど、星をたくさん投げてくれたという。猫プーハート、ありがとうございます。お、マサさん、プチ、ありがとう。わしゃわしゃまで、ありがとう。アントワンヌさん、本物の北さんブラック以外の6頭は馬券でお世話になりました。そうなんだ。すごっ。だ、いろんな世代のお馬さんいるよね、馬娘って。すごっ。新一フル、ありがとう、新一。明日は福岡に泊まって、次の日朝一の飛行機で。あ、ありがとうございます。福岡泊まるのか。明日。歌歌うのって、そう、歌が本業です。タタカタンさん。モリボーさん、こんばんは、ありがとう。生誕グッズコンプリート注文しました。手元に届くのが楽しみです。ありがとう、コンプリートしてくれて嬉しい。モリボーさんに、カタカナのヒロさん、ありがとう。コシさん、2シュートカウントありがとうございます。そっか、待って、そうだ、受注期間延長されたんだ。だから待って、郵送分のみの期間が延長されたんだ、19日までに。あ、そういうことだ。なので今からでも買えるということだ。みんな、さっきまで話してたグッズたちが本当は今日の6時までだったんだけど、
エラーの関係だったかな、何かのエラーの関係で明後日まで伸びたんだな。でもそれはお家に届く郵送分のみになるんですけど、また帰るって。小石さん2シュートカウントありがとう。ローマ字のまさ、間違った、マミシワさんだ。フル、ありがとう。今日も。ひなおちゃんの存在にどれだけ救われてきたでしょう。いつもありがとう。こちらこそ、ありがとう。嬉しいね、そう言ってくれて。ありがとうございます。毎日。本当に。パンプキンさん、こんばんは。ありがとう。待って。なんて読みしたらいいのか、この方。なんか鳥の、ペンギンかなの絵文字の方だ。なんて読みしたらいいのか。堀さんありがとうございます。良いの？そんな貴重な。あ、ゆうすけ、かっこバレーさん。TikTok フォローしてて、わあ、嬉しい。ありがとうございます。TikTok から。わあ、ゆうすけさん、ありがとうございます。あ、花からさん、わかんなかったかも、その曲。これ聞いたことあったんだけどな。ぬくもりさん、フルタ、ありがとう、今日も。フル。ミスターブーさん、ありがとう。シンジさん、フル。わあ、ありがとう、シンジさん。嬉しい。ハート、ありがとう。ピコットキャトラミコさん、今日も来てくれてる。龍角さんは信用できる。他に何があったん？何が起きたん？ユッキーさん。カンちゃん、フル。ありがとう、カンちゃん。すごい、今日も。全国の龍角さんは、ひなほちゃんが買い占めました。あ、でも私、それレベルって買ってるかも。龍角さん。ユッキーさん、フル。ありがとう。葛飾ラプソディ？中川に浮かぶ夕日をめがけて小石を蹴ったら靴まで飛んで、ありがとう。三等賞さん、フルだわ。ありがとう。今日もカリタン、カウントありがとう。ローマ字のゆいさんに、やべっちさん、ありがとう、今日も。わ、ひとみさん、こちらこそ、会えるの楽しみです。19日。ひなおちゃんが言ってたサマータイム連打見たいけど怖そう。確かに、うわ、びっくりしたみたいなところもたまにあるけど、そんなホラー系ではないかも、抹茶さん。なんかめっちゃ考えたり、これがこうだからみたいな、一緒になって考えれるようなアニメというか、そんな感じ。おお、大工さん、お大事に。そっか、えのさんさん、ありがとう。みほちゃん、セミありがとう。今日もまみしばさんに、なずきゅん、なずきゅん。いやー、あまたわさん、セミありがとう。どこに転勤で飛ばされようとも、応援する気持ちは変わりません。ありがとうございます。いつか富山も行きたいです。そうか。嬉しいね。ローマ字のマッサさん、ハート。カノーさん、ダルマレンジャー。で、ありがとう、今日も。ローマ字のマッサさん、ハートだ。ありがとうございます。お、T 赤さん、カウントとお風呂、嬉しい、ありがとう。ありがとうございます。ミーパパーさんもフル、ありがとうございます。やった。ドナルドさんもフル、すごいフルラッシュだ。ありがとうございます。ツイッター今日もお疲れ様乾杯に癒されます。よかった。ありがとう。今日そう、打ち合わせ、そのラジオ撮る前の打ち合わせで、ちょっと撮っとこうと思って。
取っときた、取っといた。ありがとうね。わ、ゆきさん、湯飲み届くの楽しみって言ってくれとる。ちょっと私もゲットしたいな、湯飲み。ブンブンさん、ありがとう。コエポンさん、フル。ありがとう、コエポンさん。え、そうなのよ、抹茶さん。買える。ごめん、ちょっと。終わったって言っちゃった。ローマ字のタクさん。ポケハレさん、今日もありがとう。え、ハラメタロンありがとう。全部買った、嬉しい。待って、それ書いてくれてたっけ昨日。あ、ちさとちゃんも見ました。あのリプくれてたの。ありがとうございます。全部購入してくれたんだよね。また、ライブやツアーあるときに新しいグッズ出たら嬉しいな。そうね。何かこう、記念すべき日とかにまた新しいグッズ出せたらいいな。うん。ありがとう。あ、ティーアカさんも、なんと生誕グッズ買ってくれてありがとうございます。嬉しい。あ、おばばもおばばもありがとう。トラブル前に注文済み。ローマ字のよしさん、明日もう一日仕事頑張ります。明日土曜日か。ファイト、頑張ってね。ローマ字のマサさん、フルありがとうございます。今日も秋雲さん、一周とカウントありがとう。仕事もう少し頑張ってきまーすって。え、お疲れ様です。いってらっしゃい。みーぱぱさん、レインボースターありがとう。アクスターご飯と取ってほしいって。なんでも嬉しいけど、ご飯と取ってよ。ファントムさん、フル。ありがとう、ファントムさん。おお、ありがとう。トゲペンギンの絵の方はクレオパトラさんとお読みするのか。え、なんでわかったの。トゲ、あ、それ誰、え、そのクレオパトラさんが言ってくれてたのかな。カノンさん、奥様いつもフルありがとうございます。いや、難しい。1300回の豆柴さんに1300発のひなパンチやってよーっ。今の間に1300発打ちました。早すぎて見えないパンチ。ようちゃん、フルありがとう。ようちゃん、今年の春はどこに行こうか、今年の夏はどこに行こうか、春の桜も夏の海もあなたと見たい、あなたといたい。みーぱぱさん、ありがとう、嬉しい。あまとうさん、フルありがとう。あまとうさん、待って待って、今日は天使のささやきの日。ひな天使さん、今年も何かささやいてください。あれ、去年なんかささやきましたっけ。私、早く寝るのです。待って、違う、遅い時間に感謝です。今日は配信が終わったら早く寝てください。ありがとうございます。やべっちさん、カウントありがとうございます。金ちゃん、金ちゃんありがとう、こんばんは。のりたまさん、ありがとう。スエさん、プチありがとう。日曜日に向かって仕事頑張りますって。お、少し歌聞けますかって。そう、あの東京の時もね、ちょっと歌わせてもらったから、歌えたらいいなと思っております。19、
なあさんこんばんは、ありがとう。おう、そうじゃん、ポップマスターさん、葛飾区民じゃん。 HADO さん、バンクーバーさん、いらっしゃい。バクバーさん、今帰ったの？送別会、送別会だって。ようちゃん、結婚して、ありがとう。バンクーバーさん、カウントありがとう。あ、大文字のテストさん、2周とカウントありがとうございます。なおさん、フルありがとう。なおさん、大阪のイベントの打ち上げ、愛媛の娘が寂しがるので行って断る予定。え、なになに、なんだった、それが、それがいつなの。そうなのか。タイトラ、アークショットが持ってるスタンガーより強烈なやつ、ビリビリビリなんか来ちゃうよ、この時代にはないのに。ニュー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 、うん、愛媛にいるよ、のりたまさん。虹色さん、フル、ありがとう、虹色さん、嬉しみ。86さん、ありがとうございます。魚住さん、インスタライブ、え、魚住さん、インスタライブしてたんですか。えきとこっと。虹色さん、ハートありがとう。32分、あ、オッケーオッケー。はちみつさん、こんばんは、ありがとうございます。そうなんですか。あれ、さっき発表があったのかな。おめがねさん、日向坂のかぎちゃん卒業発表だよ、だって。そうなんだ。え、あの、芸能活動もあれなのかな、卒業を発表されたのかな。寂しいね。あ、魚住さん来てくださってる、ありがとうございますありがとうございます。インスタライブされとったんですか、魚住さん。漢字のゆうたさん、こんばんは、ありがとう。おお、なんと、花からさんのグッズ全部買いました、嬉しい、ありがとう。嬉しいね。え、お猿さん、ファンミと生誕は戦闘服かっこドンベイ T シャツ着ていくね。いいね、ドンベイ T シャツ誰もがね、持ってないからめっちゃいいじゃん。あ、そう、魚住さんが言ってくださってるんですが、2月24と25日にパシフィコ横浜にてソニー CP プラスというあのイベントが開催されるんですけど、それに私もあの出演させていただく予定で、登壇というかソニーブースでぜひお待ちしてます。2日間、24、25。サイさん、こんばんは、ありがとう。ジュンヤさん、ありがとう。あ、そうなんだ、トゲアバタータップしたら見れたのか。ユッキーさん、流れ星ありがとう。虹色さん、花束ありがとうございます、ありがとう。お、みほちゃん、フル、今日もありがとうございます、あら、嬉しい。あー、さっき言ってたね、大将さん、そうなんだ、にゃんこに会いに行ったって言ってましたね。よきよき、おやすみ、お、みんな寝ちゃった、おやすみって言っちゃったからひでえさん、こんばんは、ありがとう。竹山みいちさん、フロー、ありがとう、嬉しい。わ、道秀さん、ほんと、うまぴょいよかった、嬉しい、うまぴょい。かりたん、一周ありがとう、今日も。ポブマスターさん、フルですけど、ありがとう、ありがとう、ポブマスターさん。戦闘機マニアデースさん、ありがとう。あ、底辺生活さん、今日もフルだ、ありがとうございます。
なんと途中突然ネットつながらなくなった？ Wi-Fi かな。おお、なんと宇住さんが言ってくださっているのですが、あのセミナー週その24、25のイベントのセミナー終了前に私の撮影タイムがあるみたい。すごー、ドキドキですね。わ、ありがとうございます。撮影タイムあるってみんな撮ってください。ぜひ。いなっちさんいらっしゃい、ありがとう。しんじさん流れ星ありがとう。こいぽんさんサイリウムに、しんじさん流れ星ありがとうに、ひらがな斉藤さんありがとう。あ、そうなんだ、そうかそうか。え、そういうことで合ってるよね、トゲ違っとったらどうしようと思っちゃった。嬉しい、めっちゃ。なおさん、ブラッチさんフル、ありがとう。ブラッチさん今日も可愛い。ひなおさんの決めポーズ、決めポーズか、決めポーズ。今日はね、携帯固定しちゃってるからちょっと動かせなくて、自撮り風ができないんだよな。決めポーズ。ピカルフル、ありがとうございます。ピカル、インスタライブは昨夜でした。あ、昨夜だったんですね。今日の話かと思った。そうかそうか、大泉さん。フォックスハンターさん今日もありがとう。堀さんフル、やった、ありがとう堀さん。マサ31さん今日もありがとう。ストンコさんこんばんは。ローマ字のマサさん、サイリウムありがとう。おじさんフル、ありがとう。おじさんさん嬉しい。ゆいさんおはよう、ありがとう、来てくれてて。みきおさんバラありがとうございます。あ、そう、それあれ、昨日も言ってくれたみーパパさん、もう満席説があるという。パシフィコ横浜満席なのかい。ピカルン、お弁当バカバケ、ありがとう。そうなんだって、ヤマピ。しげるドラゴンさんありがとう。カシさんフル、ありがとうございます。うまぴょい君の愛バカズキュンドキュン走り出し、ふふバキュンドキュンかけてゆくの、こんなレースは初めて。1,2,3、はい。スランプくんいらっしゃい。お、アントンヌさんフル、今日もありがとう。生誕グッズ一つずつですが全て購入しました。ありがとうございます、嬉しい。自分の推し、あー待って、八重の無敵ちゃんってどんな子だっけ。私育てたことないな、その子。あー、どんな子だっけ。わかんないかも。待って、八重の無敵ちゃんどの子だっけ。ドアップで撮影してもいいかい。ちょっと恥ずかしいけどいいですよ。虹色さん、おそらちゃんありがとう。こんばんは。堀さんかわいい、ありがとう。鳥ちゃんさんありがとう。花からさん GG ありがとう。ブラッチさんかわいい、ありがとう。ラブレターも尊い、たくさんありがとうございます。マサさんセミありがとうございます。ようやく体調回復して、あ、よかったです。あさってだね、お待ちしてます。嬉しいね。ウマ娘の方ですか。あのウマ娘の声真似してた方です。ナナさんありがとう。
トゲ降る。ありがとうトゲ。なおさんはその予定です。おー嬉しいです。あれ、それさっき言ってくれてたの見つけれなかった。ありがとう。のりたまが待って、告知してくれてる。ありがとうございます。本日もピルクルだるま、ありがとうございます。そうだね、おめがねさん、上京するっていうのはやっぱりめちゃくちゃ不安だし覚悟もいりますし、行ってからもね不安なことも多いですよね。そうよ。花からさん、いちごありがとうございます。抹茶王国さん、セミです。ありがとう、ありがとう。フォロワーさん16000人、やったー、上手でした。あ、ありがとうございます。見てくれたんだ、ナナさん。生誕グッズのロンティーの M サイズは女の子でも大きくないかな。ちょっと大きいかも、 M サイズだと。みほちゃん多分大人のあの成人男性での M サイズになるかな、がちょっと大きいかな。でも私はそのサイズが自分が着るにしても一番好きで、ちょっと大きめに着るのが好きなんだけど好きなんです。着やすいと思います。兄さん、レインボースターありがとう。トキキさんありがとう、こんばんは。お、おかきさんこんばんは、ありがとうございます。あさって初愛媛なんだけど、おすすめの食べ物屋さん、お、初愛媛いらっしゃい。おすすめの食べ物屋さんか。中華しか思い浮かばない今。愛媛ならではの中華料理屋さんと、あ、スケロクっていうとこね。スケロクか、元帥という。漢字二文字の元帥っていう中華屋さんか、あの鯛めしが有名だから角屋とかなんか鯛めし屋さんに行くのも良いですよ。美味しいよ鯛めし。じゅんさんありがとうございます。ちひろさんはじめまして、ありがとう。ひらがなのありがとう、おめがねさん慣れてきたよ。もう8月からだから9、10、11、12、あ、もう半年になったね。向こうに、まあ、こっちにもねちょいちょい帰らせてもらってますけど。とんちゃんさんありがとう。あ、ちさとちゃん M にしたよって、中に襟シャツ着たいな。え、絶対可愛いね、襟シャツ着たら。やばいね、ちさとちゃん見たい、そのちさとちゃんを。しんいち、ほんと画伯 T シャツ M サイズなんだストンコさん、セミありがとう。花からさん、小判ありがとうございます。ヤマピ、ゲンス行ってらっしゃい。あれ、ゲンス行くの初めてだっけ。え、キラさん、鯛めしめっちゃ美味しいよ、ほんと。あの、炊き込み美味しいし、宇和島風も美味しいし。あ、ようちゃん、エミフルも楽しいよ。うん。シャオリンさんだ、ありがとう。え、おばば、ほんと、一度は食べたいものランキング1位、鯛めしなんだ。嬉しい。え、堀さん、ぜひ、角屋ならね、何店舗か同じお店があって、道後の方とか、あの街中の方とか何店舗かあるよ。ハラメタルフル、ありがとう。パシフィコの撮影タイム嬉しい。めっちゃ撮ってもいいのかい。え、もうもちろんいっぱい撮ってや。あ、みほちゃんありがとう買ってもらうって大将さんに。
今日は BGM ない。そうよ、今日愛媛にいる間はない BGM。 向こう帰らないとね、つなげれないんですよ。ひらがなのカズさん、こんばんは。オカムさん、ほぼフル、ありがとう。キャーマン、昨日の画伯の思い出イラスト、思い出イラスト好きです。あー、最後に出したあの不思議な絵のことね。あの、え、なんだっけ、秋吉くん、あ、間違えた、吉明くん、吉明くんのやつか。あ、かずや、空港にもあるわ、ブラチさん。そうだ、空港の中にもあるわ。え、ネコップ本当？最初に鯛めし食べたんだっけ、愛媛。そう、元帥とスケロクはね、街中からちょっと離れてるね、確かに。元帥は平和通りっていう、ちょっとね、そうなのよ。ところで。ドワーフさんいらっしゃい。カエポンさん、ダルマレンジャー、コテ、ありがとう。松山の星のコーヒーってメニューは一緒。あ、多分一緒だと思う。どうだったかな。花からさんおやすみ。ぬくもりさんおやすみ。花からさん、花束もくれてた。やばい、53分だ。ありがとう。とろけるさん、プチ。ありがとう、プチ。スタバの新作、桜フラペチーノ。めっちゃ桜やね。今日から新発売だそう。気になるけど、なんか結局同じの頼んじゃいそう。いや、気になる。でもなんか友達と一緒に行った時とかは頼むかも。なんかみんなスタバの新作とか結構あの買いに行くっていう友達多いから、そういう友達と行くなら一緒に頼んで飲みたいかも。なんか一人の時はさ、なんかこう味の感想を言い合えるような、この一人やん。一人やったらちょっと寂しいからね。そうなの、友達と行ったら飲もうかな。全て不思議ないだけど。アントワンさん、ジュンヤさん、フル、ありがとうございます。ジュンヤさん嬉しい。中にすごいの入って、そうなんだ。何が入ってるの？中にすごいのが入ってるって。どういうこと？松山にお越しの際は、なんて読むそれ、ひょうたですか？っていうラーメン屋さんもおすすめだって。どこにあるん？原俊だすけさん。ありがとう。嬉しい。よし、ちょっとお供タイム行こうかな。スタバの注文は未だに緊張する。あや、嘘、緊張する？カスタムとかしてるのかな。なんかめちゃくちゃカスタムする方もいらっしゃるもんね。なんか何々 100% のあのカフェインレスのなんたらこうたらとかあるもんね。あ、めっちゃ今日の音もカフェだ。マンダリン 100% カフェラテ。なんかパッケージがすごいなんかシンプルでかっこよかったから、なんか目について買ってきました。生乳 50% 以上だって。ではいただきたいと思います。あ、おやつさん、ありがとう。あ、レイさん、はじめまして。ありがとう、レイさん。よし、では今日も一日、あと4分で今日が終わっちゃいますけど、皆様今日も一日お疲れ様でした。乾杯。やばい、これめっちゃ美味しいよ。あの
美味しいです。温泉のコーヒー牛乳をもうちょっとコーヒー濃いめにして、濃いめにしてる感じでもめっちゃまろやかで美味しい。めっちゃ美味しい。これ甘すぎない感じかな。もう一度紹介。マンデリン 100% カフェラテ、こりゃ飲みやすいよ。甘くないカフェオレではないんです。甘さはあるんだけど、これはセブンだったかな。セブンで買いました。魅力感強いです。結構これ美味しいわ。うん、マンデリン、これ期間限定なのかな。ちょっと行ってくる。早い早いよマンデリン、そうマンデリンらしいよ。私マンデリンという言葉初めて知ったんだけど、マンデリンって何。マンダリンなら聞いたことあるけど。おはようは信頼感ある。あー本当だ、おはようだ。おはようから出ております。あーよし、じゃあランキング読みしようかな。メーカー、あ、メーカーおはよう。買って買ってありがとう、マジ買うって。キラさん、ネコプおはよう。これ確かにこれ朝飲むもんなのかないや金曜日のおはようやめてそのおはようじゃないよ。では13位から。お、ネコプだ。13位、ネコプありがとう。遅くに。12位、しんじさんありがとう。しんじさん嬉しいね、今日もありがとう。11位、ひでゆきさん、わーありがとう。ひでゆきさん誕生。10位、にじいろさん、あーにじいろさんありがとうございます。たくさんいただきありがとう。9位、ピルクロピルクロありがとう。ピルクロ嬉しい、今日もありがとうございます。8位、お、花からさんだ、ありがとう。花からさん8位、ありがとうね。ラッキーセブン、お、ローマ字のマサさん7位、ありがとうございます。明日はいい日になるぞい。6位、ブラッチさんだ、ありがとう。ブラッチさん今日もたくさんいただきありがとうございます。5位、おさぴーさん、おさぴーさんありがとう。嬉しい、今日もありがとう。そして4位、こえぽんさんだ、こえぽんさんいつもありがとうございます。遅くにありがとう。そして3位、プルルルあぼん、のりたんまー、のりたんまありがとう。3位です、嬉しい、今日もありがとうございます。たくさんありがとう。そして2位、プルルルあぼん、おばば、あ、1個間違えちゃった。おばば、ありがとう。おばば、たくさんいただきありがとうございます。そして今日の第1位、あぼん、堀さんありがとう。堀さんたくさんいただきありがとうございます。嬉しい、ありがとう。2413名様、あらあら、夜遅いのにたくさん来てくださってありがとうございます。毎日配信やってるので、よかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとう。ということで今日もね、ちょっとまあ12時ですけど、なんかバラード系の曲を1曲歌えたらなと思いますので、リクエストお待ちしてます。リクエストタイム、よーいスタート。おてもちゃんいらっしゃい。あ、ほんとだ、土曜日突入しちゃった。土曜日になっちゃった。デイリーありがとう。やばい、金曜日のおはよう。あ、桜いいね、桜いいね。プラネタリウム、スパイ教室、ともしび、瀬戸の花嫁いいね。え、おじさん、ミス王者の B かな。
エウテルペいいね。恋愛サーキュレーション。なんでもないやいいね。あ、それみほちゃん、それサマータイムレンダの曲かな。めっちゃいい曲。トレイントレイン、生き物係さんありがとう。プラチナ、アライブ、ラブラブラブ。花は誰のもの、春なのに。あ、森山直太朗さん、桜だね、今もらってたの。さよならの夏いいね。いいかも。時の流れに身を任せいいね。366日、いいね。水平線もいつか歌いたいな。祝福ね。黄色い魚さんいらっしゃい。あ、ケツメイシさんの桜を歌えないんだよな、私全部は。島唄よし、決めようと思います。スマイル。